皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、新しいビジネスはトライアンドエラーで構築していく。 60% でも良いので走り出してみることが大切ということについてお話をしたいと思います。この話をしようと思ったきっかけがですね、実は昨日教室の先生が多く集まる団体がありまして、そちらの方でセミナーをやってたわけなんですけど、その時に参加者の方にですね、ご質問がっていうことで言われた時に、こういう事情でっていう話をいただいて、あ、そうかそうか、じゃあそのこともちょっと話しておこうかなと思ったのが、こちらのお話のきっかけです。ですので、新しいことをやっていく、新しいビジネス、ないしは新しい、そうですね、コースレッスンを作るとか、そういった時に、考えなくちゃいけないことっていうのを、私の体験談と、あとクライアントさんの状態とかを見ていて、でも主に私の体験談かな、私がやってきた、その時どういうふうに考えながらやっていってるかっていうことについて今日はお話をしてみたいと思います。まずですね、私が辿ってきたそのビジネス、会社員の時もそうですし、事業を起こしてからもそうなんですけれども、新規のもの、要は世の中にないものであったりとか、その他ではないものとか、そういうものを作る部署にいることが多かったんですね、会社とかでも。要はその会社が新規事業部の募集スターティングメンバーとか、企業起こし屋みたいな感じなんですけれども、人がやったことがないとか、世の中にないサービスを作るとか、そういうものがもともと好きだったんですよね、会社員時代から。だから当然何もないから手探りだし、何もないからやるしかなくって、やって結果を見ながらまた次に進むっていうのを、やっていくのが私のルーティーンではめちゃめちゃ当たり前の話だったんですよね。だからなんていうんですかね、ないものをやっていく、そのトライしていく、その過程自体がワクワクするっていうか、面白いからやってたのかもしれないんですけれども、なのでそれが大変だっていうふうに思ったこともないし、むしろこうなんていうんですかね、人がやってないことをやるっていうのはなんかすごくこうフロンティアな感じでですね、楽しい仕事ではあって、もちろん苦労は伴うんですよ。大概そうですね、今ネットビジネスがメインになってますけれども、そういう初めてのものをやるときっていうのは、ネットだけではどうしようもない部分とかもやっぱりあって、もう肉弾戦というかですね、もう人に聞きながら、当たりながら、転びながら前に進んでいくみたいな、そんな感覚が多かったイメージがありました。なのでもともとがトライするっていうことに私自身が躊躇しないタイプだったっていうのが、背景としてはまずあるっていうことですね。でその状態で、じゃあパン教室を構築していくときに、全くないものコースを作るっていうのを決めたときに、当然それが世の中に受けるものなのかどうなのか、一応リサーチはして、一定の需要があることは分かってやるんですけれども、でもそれが本当に集められるかどうかなんていうのは、やってみないとわからないわけですよね。ということは、例えば教室の先生がですね、例えば10年とか経っていてリニューアルをするっていう場合に、よくご相談されるのが、既存の生徒さんがいて、その人たちがいるのに、新しいコースを作ってしまうと、その人たちの行き場がなくなるみたいな、そういうお話をいただくんですけれども、枠の考え方なんですけれどもね、その人たちのその講座が自分にとって負担でもないし、長く通ってくれてるし、楽だということであれば、それを別に潰すっていうことはしなくていいと思うんですよね。でもうちょっと経路が変わった内容の授業を起こしていきたい、要はその人たちじゃないターゲットの新規の人を集めたいっていうふうに思った時に、一つのホームページの中にですね、それを入れ込んでしまうと、コンセプトが破綻してしまうような場合とか
あったりするんですよね。まあ、これがあるなしとかは別として、極端な話で言うと、ものすごいこう可愛い可愛い路線で来てて、そういうのが大好きな人ばっかり集めた教室だったのが、ある時突然モダン大人エレガントみたいな、そういう趣旨に変わってしまうことをしたいと自分が思ってしまった時に、同じホームページとか同じページの中にですね、その内容を入れ込んでしまうと、コンセプトが破綻して見えてしまうので、特に女性の場合にはですね、一貫性というものを大事にする傾向があるので、もしもそういう全く違う授業をやりたいというふうに思った時には、ページを分けるということが基本必要になってきますね。なので、よくご相談を受ける方は、これもあって、これも全然また違う人を集めたいんですけれどもっていう時に、ホームページをどう作り直していいかわからないっていうふうにおっしゃるんですけれども、新しい事業は本当に軌道に乗るか乗らないかわからないんですよね。トライアンドエラーの領域になってきますので、ということはもしかしたらエラーの方で潰すかもっていうことを考えると、そのホームページの中に入れ込むと、そのコンセプトをきちんとこう整合性を持たせなくちゃいけないっていう大変さやった上に、それがうまくいかなかったらまたそれ潰さないといけないじゃないですか。ということは、なんかね、別のもので、まあ、ホームページはもう一個作る、それは確かに作るっていうことは大変なんですけれども、潰すかもしれないじゃないですか、いまいちだっていうふうに思ったら。だったら丸ごとなくしてしまう方がいいので、もう一個ね、作った方がいいです。いや、そこが大変だっていうふうに躊躇する方もいらっしゃるかもしれないですけど、こちらのもともとあるすでに出来上がっちゃってるものの中に違う異質のものを入れ込んできて、整合性があるように見せるっていう方がどちらかっていうと大変なんで、私の場合にはおすすめは、新規授業で全くコンセプトと内容が違うものがある時にはもうページを分ける。だからここの方には見てもらえない状態になるの、また一からやり直しというか、そういう状態になるんですよ。だから手間はかかるんですけれども、うまくいけば2倍な感じじゃないですか。で、落ち着いてきて授業体が似てるようなものっていうことだったら、後から入れ込んでも構わないので、とりあえずこれが果たして世の中に受けるのか、それは成り立っていくのかって見るのだったら、トライアンドエラーは別の世界でやった方が多分、自分も楽だと思うし、それだけを見た人が来るような状態を作ることができるので、説明がいらないっていうのがありますね。なんで、例えばですね、私の例で言うと、もともとパン教室はやっていたんですけれども、途中でですね、美容食学っていうマクロビオティック現代栄養学ですねの、講座をやる加盟校になりませんかっていうことで、IFCA さんっていう団体さんからですね、打診があって、で、まあ、どこかで食のことも学んでもいいなと思っていたし、まあ、なぜ私にそれをっていうことを言ったら、まあ、有機天然酵母とかを扱っていらっしゃってっていうことで、有機という言葉が 引っかかったようなんですけれども、ヘルシー志向とか、そういうものにまあこだわって教室運営をされている先生だと思ったのでっていうお話だったので、まあその状態から学んで、で教えるっていうのでもありかなというふうに思ったので。加盟校になるために、まあ、まず学びがあったんですけど、学んで、じゃあそれをやろうかなっていうふうに思ったんですね。もしかして似たような属性、要はヘルシーパンの人とかっていう人の一部はそこに流れるのかなということも多少思いながらやっていたんですけれども、やはり教える内容が全然違うので、もう美容食学のホームページとパンのホームページはやっぱり切り分けたんですね。で、実際に運用し始めたんですけど、やはりですね、お客様の層が全然違う。パンに来る方と美容食学に来る方は、やはり全然違う方たちだったんで、まあ、分けて正解だったんですけれども、ただ私の手間はね、すごい倍になりましたね。だってブログ1本書く、1日1本書く予定だったのが2本になってますからね。要は、対象が違うということは、書いていくブログの内容と発信する言葉の内容と響くものが全然違うので、2つ事業を立ち上げるみたいなことになった時には、2方向にブログを書いていくことになるので、1本でずっとやれてる人はここにどんどん溜まっていく部分が、そこでだから2つの入り口が増えたことによって速度はやっぱり落ちましたよね。
で、それで、事業体が違う時にはやっぱり集客方法もコンセプトもホームページも全部違うんだっていうことが理解できた後に、電子書籍ですね、電子書籍の方の事業を起こしてるんですね。大体私年に1個新しいことをやっているので、そこの上には載せて、今度電子書籍が入ってきて、なんで電子書籍パンの先生なのにっていう話なんですけども、今では商業出版できてますけれども、当時私商業出版レシピ本出したかったんですけどね、出せなかったんですよ。で、その時に言われたのが、レシピ本はそんなに売れないと、高橋さんの経験だったらビジネス書の方が向いてると言われたんですね。ただその頃私はまだコンサルをガーッとやっている状態ではなかったので、ビジネス書として書けるほどのノウハウはなかったので、結局6年経った後にビジネス書を書いてるわけなんですけれども、その当時生徒さんに言われてレシピ本が欲しいって言われたから出せんのかなと思って聞いたら、世の中はそんなに甘くない、出せないんですね。ただその時に初めて日本に Kindle 電子書籍の、アマゾンのあれがですね、上陸するっていうのを聞いた時に、人がねやってないもので自分が興味があるものはトライしてみようっていうタイプだったんで、電子書籍製本を学ぶスクールに通い、そしてその後それを教える人っていうライセンスを取りっていうことが、電子書籍でやった部分だったんですけど、自分のためにももちろんなるし、いずれコンサルになった時に、本を出したい人、レシピ本を出したい先生っていうのはいっぱいいるのを知っていたので、その時に役に立つんじゃないかっていうことで、それで学んだっていうのが電子書籍だったので。電子書籍の、クリエイティブディレクター兼コンサルタントっていうことでやると、これまた見え方が全然違うし、集める層がやっぱり全然違うんですよね。女性最後の方はもう写真の方に、ある程度特化した形で写真集を出そうみたいな出版講座に変えたので、女性で、写真を撮りたい人や作りたい人っていうのが、ほとんどっていう状態を作ったんですけども、当時はビジネス書を出版するっていうような、添削も含めた状態での講座を持っていたので、男性とかも結構多かったんですよね。そうするとやっぱりこれはまたね、ウェブサイト分ける必要があったんで、またもう一個分けて、でまた集客とかっていうと、そのためのブログ書いてとかなんで、事業体とコンセプトと、あと集めたい人が変わると、都度分けながらですね、やらなくてはいけなかったので、その分1個に収益の柱が寄らない分、ここが落ちる時にはここ伸ばせばいいっていう選択肢があったんで、そういう意味ではね、良かったと思いますね。リスクヘッジっていうか、1個の事業が例えば時流とか、なんかいろいろな要因とかで傾いたとしても、全く違う事業体とかを持ってると、そちらの方でどうにかしていくこととかもできるので、私は同時並行で2個3個ぐらい業態が違う職種を手元に持ってるっていうのは、今後、事業主としてやっていく部分では複数展開っていうのを同時にやるっていうマルチタスク的な感じになるんですけど、それは悪くないんじゃないかなっていうふうに個人的に思ってるんですね。世の中はシングルタスクで一つのことを集中して頑張れみたいな世の中に、私はそんなことを思っていた人だったんで、私ってちょっとおかしいのかなとかって思いながらも、もちろん複数を同時に動かしながらやる人っていうのは多くその頃もいたんですけど、もう一本のことをきちんと集中してやれみたいなね、世の中の風潮があった時に、私は複数事業を同時に回すっていうことをもともとやっていた人で、大変なんですよ。倍とか3倍とか、同じ一つのことをやる人よりも大変になるんですけれども、それをやっておくと、どこかが傾いてもどこかで補填ができるので。そういう意味で安定しやすいものを作ることができましたね。余談ですけど、その後何個も複数の仕事を持ちながらやるのが、今後のトレンドみたいな、ね、雰囲気で、福山雅治さんとかもそんな話をしてました。自分の職業は、シンガーソングライターというか、歌う、俳優やる、写真撮るとか、なんかそういう感じ。とか、あとは、私は事業家として、複数展開でやられてるやはりホリエモンさん、堀江さんとかですね、あとは近郊の西野さんとかの雰囲気が自分のスタイルとも合ってるので、そのあたりをベンチマークというか見ながら自分も動いていってるんですけれども、
複数ビジネスを同時に回すっていうのは、まあ、それだけ時間管理とか、あと頭の切り替えが早くないと難しいので、そういう意味ではマルチタスク的に事業展開をしていくっていうのは脳は鍛えられたなという感覚はしてるんですね。まあ余談ですけど。本題に戻すんですけど、なので手間を惜しんではいけないんですね。そのお試しをしなきゃいけない時はです。ウェブサイト2つ作る、3つ作るで、ダメだった時に潰せばいいっていう感じですね。だから潰すかもしれない前提、ないしは今うまくいかないかもねっていうところから始めないとですね、ダメージが大きいですよね。で、当然そこにつぎ込む力とかっていうのもあるんですけれども、新しい事業っていうのはですね、時流もあるんですよね。自分がいいと思っても時流があるとずれちゃうとですね、やっぱりヒットしないんですね。私の例で言うとですね、米粉の、師範の資格とか持っていて、米粉の、まあ、ノングルテン、今ノングルテンとか言われてますけれども、それを教えることができる人ではあったんですが、当時やった時にはそこまで世の中の関心度が「へえ、変わってるね、面白いね」レベルだったので、イベントレッスンは簡単に集まるんですけれども、皆さんに聞くと、コースレッスン立てたらいらっしゃいますかっていう話をしたら、いや、もう1回で十分ですとかね、小麦のパンの方が美味しいですとか言われたので、私のブログの読者がもともと私が小麦のパンの工房を中心にしたものをやって書いて集めてた人だったから、米粉に対してそういう認識だっていうのはもちろん十分理解し得たんですけど、ああ、やっぱりそうかとか思って、でコースは立てるのはやめてるんですけどね。で、当時はその程度の認識です。ところが数年後、6、7年経った後ですね、ノングルテっていう言葉が日本に浸透し始めて、でそうすると米粉で、なんか米粉料理、米粉なんとかとかね、いろいろと出てくるようになりまして、その時ですね、だから先生は米粉パンとか教えないんですかとかって言われた時に、いや、教えることはできる技能と能力はあるけれども、数年前にやった時にそこまでみんなが興味を持たなかったから、あんまやらなかったんだけどって言って、今はやらないんですか、いや、今ちょっとまた違うことをやり始めちゃってて、もう時間が取れないから今はコースは持たないっていうことで、求められても作らないみたいな状態になっちゃったんですけどね、その時には。だから時流もあるんだなと思ったんです。だから先を見る目が早いのは私ある程度自信があるんですけれども、先を早く見すぎて、先に行きすぎてもついてこれないっていう場合があると、後でそうなんだっていうのが分かるっていうこととかもあるので、肌感覚としては2年から3年先ぐらいの見据えた仕事を、なしはコース、講座を提供するっていうのが多分世の中的にはなんか良さそうな感じですね。まだライバルは少ない、でも目の付けどころがいい、そしてそれはお客さんにとっての、良いサービス、問題解決であったりとか喜びを増幅させるような内容っていうのが2、3年後に来るであろうものを今 できてると、結構そんなに苦労しなくて売れる感覚があります。その後になってくると、あ、それ売れるらしいね、いいねっていうのが大概真似されますので、で真似されてくると人が増えてくるから、まあその頃がもう撤退のし時っていう感じですかね。なので、まあ、見つけ続けるっていうことは必要なんですけれども、お試しをするんだったらですね、やはりこう2つやってみて、そのまま残したままと新しいので、新しいのがものすごく流行ってきたらこっちを潰すかどうかを考えればいいわけで、そこに対してものすごいこう思い入れもかけて、集まらなかったらどうしようって思いながら一生懸命構築して、外れるとダメージ大きいじゃないですか。新規事業なんて外れるのもある程度仕方ないっていうか、まあ大前提みたいなところもありますからね。ただ確率を上げることはできます。調査によって確率を上げることができるのと、あとお試し、トライアルですね。私の場合には新コースを、全部私のパン教室はコース制だったので、新コースを作る時には必ずイベントレッスンを組んでました。それが果たして世の中に受け入れられるのかどうなのか、私の近辺の世の中ですよ。
で、そのメンバー実際に参加して、だから値段は破格です。で、参加してもらって声を聞いて、それによって講座を作るかどうかを決めるっていうことを大概やってたので、コースが外れるっていうのはそんなになかったですね。はい。そのリサーチをまずやって、求められているらしいっていう仮説からスタートして、で、実際に本当に集まるかをやってみて、で、実際に声を聞いて、それで本当に採用するかどうかを決めるっていうのを、まあ大体私の教室の場合にはプロセスにしてましたね。はい。あとは、そのリニューアルのタイミングとか、10年教室の講座に手を入れてませんとかっていう方はもう要注意ですね。世の中は大体もう3年ベースで変わっていく大きな流れはですね。あと、もう講座レベルで言うと1年ベースですよね。だから、1年で全部講座を全部変えろとは言いませんけれども、ステップアップリニューアルはし続けないとですね、どん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 教室はできてきちゃってるので、そういう意味では追いつかない状態になってくるから、まあ、10年間手を入れてないっていう方もたまに聞くんですけれども、そういう方はもう今すぐにでもですね、全体設計見直して、本当にそのままで大丈夫なのか、うまくいってたら手入れなくていいですけれども、必ずですね、プロダクトライフサイクルといってですね、サービスも製品もこう生まれて導入期、成長期、成熟期、衰退期っていう、これをたどるのが必ず普通なので、10年とかやってるともう衰退期にほぼほぼ近くなってるはずなんですよね。だからそれを盛り上げるための違う手段、手立てか、リニューアルっていうのはやっぱりどうしても考えないといけないし、製品サイクルがそうだっていうのは、結局人っていうのは飽きるものなので、飽きられると当然来なくなるっていう、それだけの話なんですけどね。なのでプロダクトライフサイクルを自覚する場合には、どれだけですね、成長期のこう伸びてる、もうすごく、もうほっといても予約が入ってくるような、この時にそれをさらに伸ばすための手を入れるか、ないしは違う事業を立ち上げることができるのかって、そこポイントになりますね。これ落ちていくんですよ、基本的に。だからそこにしがみついて便利だから楽だからっていうことで、そこでのほほんと居続けると、まあ落ちていくだけなので、後で挽回するのはとても厳しいんですよね。だからそのタイミングを知ってる場合には、私はだいたいピークを迎える手前ぐらいではもう次か次の仕事をだいたいやり始めてるので、これが落ちてきてもこっちが上がってくるので、大概問題ない状態を作ることができてるんですね。ですから、トライアンドエラーの中の、特にトライの部分は人間を目の前にして感想を聞かないとわからないです。だからモニターとかイベントレッスンっていうのはその際に非常に有効で、そこの中で声を聞いて最終的にどうするかっていうのを決めたりとかっていうのもよくやるので、皆さんのお話を伺ってると、思いついた、作ったコース作った、募集した来ないっていうケースが非常に多いので、まあ、もうちょっと段階踏んで手間はかけましょうっていう感じですね。だからしかもそれは、期待しすぎないっていうことです。うまくいかないのが新規事業の大前提なので、その中でうまくいかせるために試行錯誤しなくてはいけないので、時間が必要になります。ということは、それがメインの事業にしてしまうのに、いきなり力をガッとかけるっていうのではリスクが大きいので、うまくいってる事業を持っている、ないしは上手にこう集客できているものを持った上で、そこにトライしていくっていうのが、まあ、本来的には理想の形になります。なので、落ちてから手を入れる方が大変っていうことを理解していただくと、順調になっている時ほど、次の展開っていうのを考えることができるか、先回りして考えることができるのかということが、ポイントになると思います。はい、よかったら、リニューアルをしようと思っている方は、ぜひこのタイミングでですね、今一度ご自身の授業を見直しっていうことを考えていただければと思います。それでは。